半世紀生きたもう働きたくないピレアンです。おはようございます。3月6日朝10時です。それでは今日も一日よろしくお願いします。はい、朝飯食べます。バナナと、食パンです。いただきます。はい、今日のお昼ご飯はコンビニで買った鮭と、ごぼうサラダです。いただきます。鮭おいしい。はい、今から旅行の申し込み行きます。まあ、あの関東の方でイベントあるんでそれ行こうか思ってるんですけど、まあ今ちょっと世間がざわついてるかな、騒がしいですが、イベントが中止になるかもしれませんが、とりあえず宿は押さえとこうかなと。まあ中止になったら、イベントが中止になったら、まあ東京見物でも東京観光でもしますかね。じゃあ行ってきます。おいま、はい、今日もカレー作りました。これで3食分確保です。それでは晩ご飯いただきます。出来たてやが熱々やな。熱っ。あ、甘いわ。おいしい。熱っ。はい、今日6日の支出は13,056円です。はい、今日あれで旅行会社行って、あの旅行の申し込みをしてきました。それの前金が12,000円です。ちなみにあと、合計37,000円、25,000円また振り込みしなければ振り込みします。はい、であとスーパーで買い物ですね。晩ご飯のカレーの材料とか、あと何おやつ
3時のおやつとか買ってきました。1056円です。合計13056円です。預金残高672万2304円です。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピレアンでした。ではまた明日。